2023年、10月3日深夜、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。多分ね、10月4日にかかっちゃうと思うんですけどね。まずね、本の紹介をしたいと思います。広島の追憶という6歳者からね、出ましたね、本がね、ございまして、ちょっと不詳ね、私佐藤修一、書評をね、近いうちにさせていただき予定にしております。ちょうどね、スタート地点はね、戦後12年経った1957年とね、被爆地広島はね、ちょうど戦後12年経った時点のところでね、まあ由美子ね、和也、進む、豊か、このね、仲良し4人組のね、小学6年生がね、ちょうどね、この1957年ね、まあ中学進学を控えてね、それぞれね、向かう道をね、話し合っていたというところね。それがね、ところを思いがけないことがね、次々と起こったというところでね、あります。まあちょうどね、みんなね、0歳の時にね、実はね、まあ、被爆をね、しているというね、状況があってね。じゃあね、ユミコスはね、広島では被爆してないんですよ。ね、大阪から引っ越してきたことになってね、その前に長崎にいてね、実は、これ、あらすじ言っちゃうとね、あれなんですけどもね、ネタバレしちゃうとあれなんだけどね。うん、まあ、結果論から言うとね、豊くんっていう方はね、亡くなっちゃうしね。で、ユミコさんもね、物語の終盤の方でね、長崎で受けた電話。なんか大学進学をね、目前にしてね、というところがね、あるわけですけどもね。だから12年からね、だからその、経ったところ、小学6年生からね、その大学生にかけての、まあこのね、4人組みたいかな。うん。まあ、豊くんが亡くなっちゃうわけだからね。まあ、その後の3人がね、まあそういう進路というかな、そういうことですね。まあ昭和32年からね、昭和38年というかな、まあ1900ね、63年、64年ぐらいの時のことをね、書いたね、話です。だから、戦争でね、今戦争が終わって80年ね、近くなってるけども、今ね、平和な、ね、日本に生きる、ね、若いあなたたちに伝えたいと。ね、ほんとね、あなたたちと同じ若者がね、遠い広島のね、追憶の問題。そしてね、この世界にね、放射能でね、被爆したことでね、次々とね、亡くなる人がね、いないようにということでね、ですね。まあ、この、著者のね、あずささんっていうのはね、長崎県に1944年に生まれてね、そしてね、小学校から高校までね、広島市内に在住ということでね、だからその、これ、由美子さんっていうのはね、多分ね、このね、あずささんね、ご本人のね、モデル的なね、ところにね、なってくるんですよね。まあ、図書館のね、司書なんかもね、されて、ね、それから大学の非常勤教師とかね、いうところをね、されてるというところでね、そういう方ですよね。まあ、ほんとね、なんていうかな、ちょうどもうね、ね、ほんと原爆投下で、ね、そこにいた子供たちも何十年も間ね、本当に自分の人と向き合いながら生きてきたというところですよね。本当ね、でもどんな苦しみや悲しみがあっても、ね、今日一生懸命に受けてきた、まあ、それなりにリアルにね、描いたね、ものです。ね、まあ、ね、80歳ね。杉尾として作者ですよね。このね、作者がね、子供に向けてね、多くの子供たちに向けてね、読んでもらおうというね、あれだから、ですね。ほんと子供さん向けに、書かれたね、子供と若者の子供向けね、ですよね。最後にね、子供たちよね、だ原爆をね、知らないあなたたち、ということでね、子供たちへのメッセージがね、書かれて、子供たちに対してね、送るね、本なんだけどね。まあ、大人の私が読んでもね、非常に、じんとくるものがね、ありました。ちょっとね、
うまくね、まとまるかどうかわからないしね、不詳私ですからね。あんまりね、まとめるってことは意外とね、俺、あんまりね、得意じゃないんだけど、ね、まあ、チャレンジしてみようかと思っております。それからね、もうね、ちょっと、12時過ぎちゃいました。10月4日になっちゃいました。昨日ですね、県病院を考える会がね、記者会見をしております。まあ、広島県ですね、湯崎知事が進めるね、まあ、病院を再編してね、JR 広島駅前って、まあ、駅北ですよね、新しい拠点病院を整備する計画。ね、本当、県立ね、広島病院の存続を求める市民団体ですね、県病院問題を考える会がね、記者会見をしました。ね、病院をね、残した上でね、今まで通りのね、医療体制をね、維持すべきだと。こういうね、考えをね、示しております。まあ、県病院をね、考える会のね、県病院問題か、病院問題を、ね、考える会のね、連絡先をね、以下ですのでね、また、ぜひね、ご連絡いただければなと思います。ね、市会議員のね、有田裕子さんのね、事務所のね、になりますんでね、ぜひまた、ね、この10月9日にはまたね、福島みずほさんがね、講師にね、勉強会やりますんで、ぜひね、よろしくね、願い申し上げます。本当ね、いい加減な議案ですよ、はっきり言っちゃうと。もうね、今回のね、県病院問題をめぐってはね、議会で強行可決されましたけれどもね、自民党公使会や、なので、保守の一部と日本共産党だけね、反対してね、自民公明立憲までね、賛成と。もう立憲民主党なんか一番ね、もういい加減だなと思いましたよ、これはね。多くのね、課題があるとかね、そんなこと言いながらねっていうところとね、それからね、知事でさえもね、まあいろんなね、深刻な、ね、いろんな課題があるってことをね、認めつつね、まあこういうね、状況と、いうのもね、まあ、ほんとね、呆れ果てたね、話であります。ほんとね、何を、考えとるんやって話ですよね。ほんとね、勘弁ね、していただきたいと、いうところですよね。まあ、ほんとにお粗末なね、県病院ね、ね、統廃合というところにありました。皆さんね、しっかりね、今後もね、チェックをね、してまいりましょう。それではね、皆さんね、よろしく。だから、湯崎知事さえもね、事業の計画には当然様々なリスクがあるとかね、言ってね、本当に逃げのね、体制にね、なってね、おりますんでね、ぜひね、もう追撃を緩めずにね、言葉をね、守ってもらおうじゃありませんか。ね。どんどんね、修正をね、かけさせていくと、いうことはね、可能だというふうに思いますんでね。本当ね、ぜひね、皆さんもね、諦めずにね、県民のためになるような結果に、していきましょう。それではね、皆さんね、よろしくね、お願い申し上げます。知事ね、舐められない、広島県民に、ね、なってまいりましょう。最後まで、ね、ご視聴誠にありがとうございました。10月4日。あ、またね、あと4日後になりました。子供食堂ね、キッズアンにご参加ね、よろしくお願い申し上げます。10月8日、日曜日であります。ぜひともね、ご協力にお願い申し上げます。それではね、皆さん、本日もね、誠にね、ありがとうね、ございましたということでね、はい、それでは失礼いたします。明日以降もね、今日以降もね、どこかでお会いいたしましょう。